皆さんこんにちは。これから皆さんを素敵な打楽器の世界へご案内します。打楽器ってなんだか知っていますか？見てください、たくさんの楽器が並んでいますね。これらすべてが打楽器です。形も演奏の仕方も様々です。一体どんな音が出るのか楽しみですね。これからお届けするのはフランス人の作曲家サンサーンスが作った動物のシャニクサイです。曲の中ではいろいろな動物たちが集まってお祭り騒ぎをします。動物たちが音楽で楽しく描かれていて、サンサーンスのフランス人らしいユーモアやちょっとした皮肉も織り込まれています。お、早速何か聞こえてきましたね。あ、見てください、打楽器村と書いてあります。どうやらこの村の皆さんが演奏してくれるようですよ。魂鳴き声で喧嘩をしているのはオンドリとメンドリの夫婦です。
ありませんか。今のはチベットのロバでとっても暴れん坊なんです。皆さん、お気づきになりましたか？アクハラさんが弾いていたメロディー。このメロディーは、オッフェンバックが作曲したオペラ「天国と地獄の中」の有名なフレーズです。運動会のかけっこでも必ず流れる、本当はめちゃくちゃ速い曲です。サンサンスは動きの鈍いカメさんをからかって、考えられる音楽の中で一番速い曲を使うことにしたんですって。皮肉屋さんですね、サンサンスは。それではここからは皆さんに問題です。次に登場する動物は何でしょう。ヒントはこちら。もう分かりましたよね。Thank you.
ところで皆さん、先ほど出てきたライオンやゾウがどこの国に住んでいるかというと、アフリカですよね。この打楽器村の楽器も実はアフリカで生まれたんですよ。バラフォン、こちらはマリンバのご先祖様の楽器です。トーキングドラムはおしゃべりをする太鼓です。丸太をくり抜いた楽器クリン、そしてヤギの皮が張ってある太鼓ジャンベです。それではこのアフリカ生まれの打楽器たちの音色をお聞きください。Thank you.
てくれたのはカンガルーでした。ピョンピョンと飛び跳ねてこちらの様子を伺っていましたね。さあ今度は水の中、ゆらゆらひらひら気持ちよさそうに泳ぐ魚たち、水面が怪しげにきらめいています。水族館でちょっと寄り道していきましょう。水族館に寄り道した後は森の奥に住むカッコウに会いに行きましょう。Thank you.
サンサンスはこの格好のことを一本上司でしか泣けない格好と言っています。ひどいですよね、一本上司だなんて。ほら、サンサンスさん、格好怒ってますよ。格好のいる森のそばには大きな鳥かごがあって、鳥たちがさえずっています。いろんな楽器を見てきましたが、自分の体だって立派な楽器に変身しちゃうんです。これをね、ボディーパーカッションと言います。また声を使ったボイスパーカッションというのもありますよね。なんかいますね。動物は耳の長いロバです。先ほど登場した暴れん坊のロバとは少し違うのですが、鳴き声がね、とっても特徴的。この鳴き声はサンサンスの作る音楽にひどい悪い評価をした評論家の声を真似しているのだそうですよ。それではここで隣の村のお友達を紹介します。隣の村からマリンバのレッスンを受けに来ている中学生の青柳しおりちゃんです。
実はしおりちゃんマリンバのためのドレドレドレミファ協奏曲のソリストで、これから本番があるそうです。一体どんな演奏になるのでしょうか。お、師匠による本番前のレッスンが始まりました。厳しそうですね。緊張しますよね。頑張って。お、だんだん良くなってる。準備が整ったようです。それでは演奏していただきましょう。マリンバのためのドレドレドレミファ協奏曲、指揮の秋原大先生としおりちゃん、よろしくお願いします。化石たちが踊り出す様子を描いています。曲の中にはみんなもよく知るキラキラ星のメロディーも登場します。ところで化石は動物じゃないよって思った人もいるんじゃないかしら。確かにね。サンサンスは音楽も古くなると化石になっちゃうって言いたかったのかな。また嫌味なんだから。ここで打楽器の中でもメロディーを担当する楽器をご紹介しましょう。
これらの楽器は鍵盤打楽器といって、皆さんご存知のピアノと同じ仲間なんです。鍵盤の部分は金属でできていたり木でできていたり、インドネシアには竹でできているものもあるそうですよ。それではここで先ほどの化石で登場したキラキラ星のメロディーを使って音の魅力をご紹介します。まずはこちらの楽器、グロッケンシュピールと言います。もともとグロッケンとは教会の鐘のことなんですが、オーケストラで使うためにこのような形に改良されました。鍵盤は金属でできていて、マレットというとても硬いバチで叩きます。音を聞いてみましょう。お星様が輝いているような音色でしたね。続いてご紹介するのは木の鍵盤打楽器、シロフォンです。先ほどのグロッケン同様、オーケストラでよく使われます。こちらも硬いマレットで叩きます。音を聞いてみましょう。かわいい音色でしたね。ありがとうございました。続いても木の鍵盤打楽器、マリンバです。先ほどマリンバのご先祖様バラフォンを紹介しました。マリンバの鍵盤の下をご覧ください。パイプがついています。シロフォンと似ていますが違う楽器なんですよ。そしてシロフォンとマリンバ最大の違いは鍵盤の調律の仕方です。シロフォンがコロコロした硬い音に対してマリンバはとても柔らかい音が出ます。そして叩くマレットも違いますね。毛糸を巻きつけた柔らかいマレットで叩きます。それでは音を聞いてみましょう。シロフォンとマリンバ、音の違いを感じることができましたね。続いてはこちらにある楽器です。ビブラフォンと言います。金属の鍵盤で足元にはペダルがついています。このペダルはピアノと同じように音を伸ばすことができるんですよ。ビブラフォンの特徴は横の方に電気のコードがついているんです。そう、この楽器は電気を使って、しかもパイプの中にあるファン、扇風機の羽のようなものを回すことで音が震えます。それによって音が出るという仕組みなんですね。どんな音色なんでしょうか。聞いてみましょう。ありがとうございました。音の響き方がとても面白かったですね。それではここで
グロッケンとビブラフォンによります金属楽器のデュエットを聞いてみましょう。紹介したマリンバですが、こっちもマリンバなんですよ。でもね、長さが全然違います。大きなマリンバですね。このマリンバはとても低い音が出るんです。低い音というのは私たちのアンサンブルを支えるとても大事な役割をします。それでは音を聞いてみましょう。中に響くようなとても深い音色でしたね。では最後は今登場した鍵盤打楽器全員で演奏してもらいましょう。寄り道を終えてさらに森を進んでいくと、湖に浮かぶ優雅で美しい白鳥に出会いました。
これで全ての動物が出揃いました。最後はみんなでお祭り騒ぎ。